さんお願いします。今日はですね、僕が普段どうやって嘘あげしてるのかっていうのを皆さんに共有していきたいと思います。では早速行ってみよう。裾上げについて皆さんにご紹介していきたいと思います。というのも僕実はですね、結構パンツの裾上げをしてるんですよ。まあ以前の動画でねちょくちょく言ってるんですけども、まあ、パンツっていうのはですね、かなり裾の部分が大事なんですよ。でクッションが溜まってもうズルズルとしたら、それだけで不格好に見えて足が短く見えてしまいますっていうのと、スッキリとした印象を与えることができません。じゃあどうするかっていうと、裾の部分をくるぶしあたりでスパッと切ることが大事なんですよ。とかそのサイズ感とかねがすごく大事なんですよ。で、まあ、パンツの裾って安定して自分のくるぶしのところでちょうどいいサイズ感で買うことってかなり難しいんですよ。まあ JU とかユニクロだったら、まあ裾上げしてもらえるところがあるんですが、まあでもそういった大型店とかで裾上げしてもらうって結構な勇気があるっちゃあるんですよね。で僕はどういう風に裾上げをしているかっていうと、まあ場所はちょっとね言えなくて申し訳ないんですが、まあ近所に裾上げをする場所があるんですよ。僕はそこでしてもらってます。で今回どういう風に僕は裾上げをしに行って、そこで何を伝えて、でどんな風にやってるのかっていうのを皆さんにご紹介したいと思います。はい。で結構ね裾上げしない方多いと思うんですよ。結構だるいじゃないですか、裾上げって。わざわざねパンツを持って頼みに行ったりとか、あとはまあそれ行かないにしてもお母さんに頼むとか、いやお母さんが裾上げしてくれるって相当なことであって、多分で自分でやるって言っても結構な時間と労力と、あとは機械とかも必要なんですよ。なのでまあぜひ、ね、裾上げをしに行くことが一番いいのかなって思います。まあお金はね多少ともかかってしまうんですが、やっぱりクッションが溜まってズルズルとした印象になるよりか全然いい。ということでね、今回裾上げしていくものがですね、こちらです。チープマンデーのデニムを裾上げしていきたいなと思っております。はい。その他のパンツは結構もう裾上げ済んでるんですよね。っていうのと、あとはあえて裾上げをしない、あのロールアップの感じがたまらなく可愛いからしないっていうパンツもあるんですが、こちらはですね、まあロールアップした感じも好きなんですが、まあちょっと一回履いてみましょう。こちらはスディオスの最近買ったパンツなんですけども、こちらは裾上げしなくてもちょうど僕の足首あたりで止まってくれました。なので裾上げする必要はないんです。こんな感じですね。まあちょっと若干こう下目にあるけども、1回とか2回ロールアップをすれば本当に超ちょうどよくなってくれるんですよね。なんですけども、こちらです。こちらで、ね、時間がないです。裾上げのところが9時半で終わっちゃうんですけど、今ね9時15分なんですよ。なので結構時間がないので慌てて紹介してるんですが、はい、履き替えました。で今ロールアップしているので足首のところもすっきりしてちょうどいいんですが、まあこのロールアップの感じもねちょっとたまらなく可愛くて僕は好きなんですよ、このロールアップした感じが。うん。だからロールアップについての動画はこちらご覧ください。はい。でまあ可愛いんですよ。これで、ね、何回ロールアップしてるかっていうとね、1,2,3,4,5回ロールアップしてるわけですよ。でロールアップしないとこれだけクッションが溜まってるわけなんですよ。でここが僕はすごくダメだと思うんですよ。こうあることで一気にだらしない印象になっていい印象を持たれないと思うんですよ。しもうここがねもうほぼほぼ差がついてしまうぐらい僕は重要な部分だと思っております。はいはい、大体こんな感じですね。なのでまあこれを今からね、裾上げしに行きたいと思います。はい、今ちょっとね出かける寸前なんですが、理想の長さがここですね。長いところがここなんで、ここを今から切っていきたいと思います。はい、いやまあここちょっと上すぎかなって感じで切っていきたいと思います。ピーン。はい、ということで1日経ってですね、今裾上げをし終わったパンツを取りに行きました。でその裾上げし終わったパンツがですねこちらでございます。まあ、値段はですね864円でした。ということでまあ1000円切る値段で、まあこの値段に対して高いか安いかなんですけど、僕は安いと思います。というのも先ほど見せたようなズルズルとしたクッションが溜まってるよりかは、もう864円払ってそのクッションを減らすぐらいの方がいいんじゃないかなと思います。で今回まあこの実際にね見せる前にこれ反省点として言っておきたいことですね。その昨日超時間がない中で言ったじゃないですか。でどこで切りたいかっていうのは家でやってきた方がいいですね。というのもまあ行くじゃないですか。でどこで切りたいかっていうのが決まってたらもうここで切ってくださいって言えるんですよ、そのレジのところで。けどどこで切りたいかっていうのが決まってないと、作業がしている人たちがいる中で、まあ、更衣室みたいなところに入って、まあ試着室ですね、でわざわざ着てみてってここで切ってくださいみたいな、結構ねいろいろと面倒くさかったりとか時間もかかるので、なるべく切りたい場所があったとしたら、もう事前に家でここで切りたいなってことを、まあ何だか印でもそのクリップでも挟んどいて行くのが一番いいんじゃないかなと思いました。ということで早速見ていきましょう。はい、ということで履き替えました。僕の裾上げどうなったかっていうとこんな感じです。ドン。
いかがでしょうか。こちらでございますね。昨日の映像と比べたらかなりこうスッキリとしたと思います。実際に革靴を履いてみるとこんな感じ、いかがでしょうか。うん、やっぱりこれぐらいスッキリした方がいいなとは思いますね。でしかもロールアップする必要もないし、これだとまあ正直こういったデニムはロールアップする可愛さっていうのがあるから、まあ正直これじゃなくて違うなんだろう、本当に黒スキニーとかが良かったんですが、まあ長い黒スキニーを持ち合わせてなかったので、まあこちらにしました。でまあロールアップしたらねこんな感じになります。まあやっぱ昨日のやつだと6回ロールアップしなきゃいけないっていうのもあったので、まあそこら辺がだるかったっていうのもあるので、自分のぴったしのサイズになって良かったなと思います。まあそんな感じでまあ裾上げしたわけなんですが、まあデニムに関してはそのデニムのその表の生地と裏の生地が違うので、ロールアップした時のその感じがおしゃれだなって感じる方はまあそこまで裾上げしなくていいと思いますけども、まあ黒スキニーとかだとまあ表も裏もそこまであの生地の違いというか見た目の違いはないので、まあ、どうせだったら黒スキニーとかだったら裾上げした方がいいんじゃないかなと思いますって感じですね。例えばこういったスラックス、ここは僕は裾上げをしてるんですよ。これがロールアップしたところで生地も一緒だし、ロールアップしてもぐちゃっとなるぐらいだから、僕はスラックスは余裕で裾上げをします。で逆に先日使ったこういったユニクロ U とかのデニムとかはこれ実はめっちゃ長いんですけども、こちらはあえて裾上げしません。このくるんとした感じが可愛いから僕はしません。この可愛さありません、このロールアップした感じの、まあ、こんな感じでそのロールアップした表裏の違いが僕はこれが好きなので、まあ、このユニクロ U のデニムは裾上げをしません。なのでまあそういったようにパンツによって裾上げするしないを判断して綺麗にねパンツを見せることがいいんじゃないかなと思いました。まあその僕の普段から使ってる場所の名前は言えないんですが、自分の住んでる場所と洋服手直しとかで検索すると、まあこういった裾直しをしてくれる場所が出てくるかもしれませんので、よかったら検索してみてください。ということでこちらの動画参考になったらよかったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。でまあチャンネル登録済んでない方がいたらこちらにチャンネル登録のボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上銀次の動画でした。ありがとうございました。どれくらいあると最低限着回しがしやすいかっていうのをやる。Oh my git, oh my git, oh my mama, oh my git.